和傘カーサの川口です。今日は境大吉本店さんの蛇の目傘をご紹介していきたいと思います。ではまず無地からご紹介したいと思います。とかなりいろんな数揃っているんですが、今日はちょっと在庫があるのが4色になってますので順番に紹介していきます。こちら若草色と呼んでいますが、かなりこうライムグリーンのようなすごく鮮やかなあのグリーンのお色味で、あの洋服に結構意外と合わせやすくて男女問わず人気の色味になっています。では2本目はこちら赤紫色です。こちらはもうあの女性らしいというかとても華やかな紫色ですね。こちらも、もう洋服はもちろんお着物にさせていただくとすごく美しいんじゃないかなと思います。で続きましてこちら紫色です。もう本当に紫色は上品な、もっと伝統的な昔から作り続けられているお色味で、まあ、男性も使っていただける、男女問わずあの愛用していただけるかと思います。では4色目こちら紺色ですね。ちょっと青に近いような、外から見ると、まあ、和傘の共通するとこなんですけど、外から見るとすごく濃く見えるんですが、こう光を透かして内側から見るとすごく鮮やかに見えるんですね。なのでかなり青、内から見るとすごくマリンブルーのような美しいブルーですね。こちらも開いた瞬間皆さんがわあ綺麗とおっしゃられるお色味の一つになっています。でこちらの無地のタイプは3万2000円に消費税です。では続きまして柄物をご紹介したいと思います。ちょっと今在庫のあるものになってしまうんですけれども、今こうやってディスプレイされているこの傘、まさしくこちらと同じものになっています。こちらですね、紫君子と呼ばれる柄なんですが、古典的な花の柄などが入っています。でこちらがあのディスプレイのものは軒が赤いのでより鮮やかな華やかな感じなんですが、こちらは軒の髪のお色味が紺色になってますのでちょっと落ち着いた感じになっています。なのでこうすごくあの部分的ではあるんですけれど、軒髪の色が違うだけでもこれだけ雰囲気が変わってくるのが和傘の面白いところですね。あとこちらの紫君子の色違いで、こちらも地色がちょっとピンクっぽいようなサーモンピンクのようなお色味で、お花などのこの色が紺色と赤を基調にしているタイプで、まあ、こちらも華やかではあるんですが、まあ、軒髪の紺色も相まってちょっと落ち着いた雰囲気になっています。この紫君子柄は大変定番で人気のあるものになっています。では続きまして、ちょっと柄が入ってるんですが無地感覚で使っていただけるシリーズになります。こちらパッと見無地に見えますが、かのこ柄になっています。なので無地よりも少し優しい印象になりますね。これは緑のお色味になっています。でこちらの色違いで、よいしょ、赤ですね。こちらも無地の真っ赤っていうよりかは少し優しい印象になりますので、合わせやすいんじゃないかなと思います。もう一つ、本当にお洋服に合わせていただいてもとても素敵な、こちらもよろけ島と言いまして、細かいストライプなんですがちょっと間隔がこう不規則になっていて、こちらもあの
ストライプなんですけれども、優しい印象で無地感覚で使っていただける傘ですね。こちらのお色味は男性にもとても人気がある爽やかなお色味になっています。ちょっとブルーグリーンのようなお色味ですね。で、透け感がすごく綺麗ですね。で、次、続きましてこちらも色違いで、よろけ島の赤ですね。こちらもお色味が少し優しいお色味なので、ちょっとピンクに近いような優しい色になってますね。こちらも合わせていただきやすいかと思います。で、こちらの柄物のシリーズですと3万6000円に消費税になっています。で、こちらは柄物は常に1本ずつしか入ってきませんので、今ある在庫になりますけれども、また入荷したらご紹介させていただきたいと思います。こちらも和傘母さんのオンラインショップでご購入いただけます。